久保さんさっきですねあの僕がメンバーシップでやってる「金麦研究所」っていうのをちょっと終えたんですけど僕1ヶ月禁酒してたんですけど今日解禁しまして久しぶりに飲みましたでお酒1ヶ月ぶりに禁酒したと禁断のあげたと思ったら久保さんから来ててあの なんすかあのあのまあちょっと僕もニュースでねあのなんだその、まあ、死んだことは知らなかったんですけど自殺されたということでうん何すかねどっかではお酒の飲んでるやつがいてどっかでは死んでる人がいて。 世の中っつうのは、不条理っすね。うん。でもこの不条理の世界で生きていかないといけないので。まあでも、久保さんのそのタコ、タコの話は良かったですね。確かに上げすぎ、上げすぎると、何すかね、落下した時のダメージは、ね、大きいですよね。だからその、ちょうど、ちょうどいい塩梅っていうのが、 お酒もまあ飲みすぎは良くないと思うんですけどお酒も適度にまあね腹八分目っていう言葉もありますけどやっぱ八分目、うん、が一番適度っていうのが一番いいんじゃないですかねいってらっしゃい